千賀弘大は、愛知県蒲郡市出身のプロ野球選手。右投左打。福岡ソフトバンクホークス所属。シーズン奪三振率の NPB 記録保持者。令和初及び育成選手出身者初のノーヒットノーランと投手三冠王を達成している。日本シリーズの開幕投手を務めた史上初の育成出身選手であり、育成出身選手最多の通算勝利数記録を持つ。東京オリンピック野球金メダリスト。ZIP が岩城滉一のファンであることから、出生時に弘大と命名。小学校2年生から少年野球チーム、三谷東若葉に、4年生からは北部サニーボーイズに所属した。蒲郡市立中部中学校時代には、軟式野球部で三塁手としてプレー。愛知県立蒲郡高等学校への進学後に、投手へ転向した。蒲郡高校では、1年時から公式戦に登板すると、2年春からはエースとしてチームを牽引。2年秋と3年春は故障などで公式戦に登板しなかったが、3年夏に全国高等学校野球選手権愛知大会に出場。2回戦では、プロ3、4球団のスカウトが見守る中、愛知商業高校に7-5で勝利するも、3回戦、岡崎商業高校に1-7で敗退した。2010年の育成ドラフト会議で、福岡ソフトバンクホークスからの4巡目指名を受けて入団。アマ球界に詳しいという愛知県名古屋市のスポーツショップ、西正ベースボールショップの経営者、西川昌司からの勧めで、当時のスカウト、小川和夫が、千賀の獲得を決めたという。背番号は128。2011年、この年から2軍監督に就任した小川の下で、もっぱら3軍戦に登板。ウエスタンリーグ公式戦への登板機会はなかったが、シーズン終了後の宮崎フェニックスリーグで2軍戦デビューを果たすと、4試合の登板で通算3回1、3を無失点に抑えた。2012年は若手選手主体の B 組に参加した春季キャンプの紅白戦で好成績を残したことから、キャンプ終盤に一軍へ抜擢。しかし、3月9日の読売ジャイアンツの登板中に、左足首をひねって、緊急降板を余儀なくされたため、開幕を2軍で迎えた。ウエスタンリーグ公式戦で開幕から、先発ローテーションに入るほど好調だったことを受けて、4月23日に、支配下選手契約へ移行するとともに、背番号を21に変更した。同月30日にプロ入り後初の出場選手登録を果たすと、同日の対千葉ロッテマリーンズ戦に先発投手として1軍デビュー。しかし、レギュラーシーズン全体では1軍公式戦2試合の登板で0勝1敗という成績に終わった。その一方で、ウエスタンリーグでは9月20日の対オリックスバファローズ戦で9回1失点で無安打無得点と好投。シーズン通算では18試合の先発登板でリーグ最多の108イニングを投げるとともに最優秀防御率のタイトルを獲得した。また勝率783奪三振という成績でチームのリーグ優勝に貢献した。その一方でシーズン終了後に右肩痛を発症したため秋季キャンプに参加しなかった。2013年先発からセットアッパーに転向した岩崎翔と交換する形で背番号を21から41に変更。1月の自主トレーニング中から投球フォームの改良へ積極的に取り組んだ末に中継ぎ要員として自身初の開幕一軍入りを果たした。3月31日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で一軍初救援を経験すると4月3日の対北海道日本ハムファイターズ戦から6月21日の対楽天戦までセットアッパーとして27登板試合連続無失点を達成。この間には4月11日の対オリックス戦で1軍初ホールド。5月12日の対埼玉西武ライオンズ戦で1軍初勝利を挙げている。初めてクローザーに起用された6月26日対日本ハム戦では延長10回裏に一塁手、中村晃のタイムリーエラーで自責点0ながらサヨナラ負けを喫した一方で、救援投手による公式戦連続無失点イニングのパシフィックリーグタイ記録を樹立。この試合から4登板試合連続で敗戦投手になったことから、7月4日に出場選手登録を抹消されたが、同月14日にセットアッパーとして一軍へ復帰した。パシフィックリーグの監督推薦選手として初めて出場したオールスターゲームでは第2戦の4回裏から2番手として初登板。2イニングを無失点、5奪三振と好投したことから関東選手賞を受賞した。リーグ戦の再開後は7月26日の対日本ハム戦でクローザーとして一軍初セーブを挙げたものの、8月以降の登板では救援失敗が相次いだ。さらに、9月4日の日本ハム戦では、5回裏に7球を投げたところで左脇腹に痛みを訴えて、緊急降板。翌5日の診察で、左腹斜筋の肉離れが判明したため、同日に出場選手登録を再び抹消されると、そのままシーズンを終えた。シーズン終了後の12月9日には、2650万円増となる、推定年俸3300万円で契約を更改する一方で、球団フロントに対して先発への再転向を訴えている。2014年は春季キャンプのスタートを主力選手中心の A 組で迎えたが、調整不足で早々に B 組へと降格。オープン戦では6試合の登板で2セーブ、防御率 1.50 という好成績を残した。一軍でのロングリリーフを求める首脳陣の判断で2年連続の開幕一軍を逸したが、4月4日にシーズン初の出場選手登録。登録後は点差とは無関係の局面での救援登板が続いた。5月23日のセパ交流戦対阪神タイガース戦で自身1年ぶりの勝利を挙げたが、右肩に違和感が生じたことから6月15日に登録を抹消後の検査では、疲労と診断されたものの、結果としてシーズン中の実戦復帰には至らず、投球練習の再開は12月下旬にまで持ち越された。オフに800万円減となる、推定年俸2500万円で契約を更改した。2015年、前年発症した右肩痛のリハビリを経て、春季キャンプ前の自主トレーニングから、先発への再転向を視野に調整。ウエスタンリーグ公式戦でも開幕から先発で好投を続けていたが、一軍先発陣の層が厚いことなどから、シーズン初の一軍昇格は8月18日にまで持ち越された。同日の対オリックス戦で一軍公式戦3年ぶりの先発登板を果たすと、7回を被安打4の無失点と好投。一軍公式戦では、自身約1年3ヶ月ぶり、一軍の先発では自身初の勝利を挙げた。また、ウエスタンリーグでは公式戦16試合に登板。規定投球回に達しなかったものの、9勝2敗、2完投、96奪三振、防御率 2.00 という好成績でリーグ史上初の4連覇に貢献した。一軍公式戦では4試合の登板で2勝1敗という成績を残したが、チームのリーグ連覇で迎えたポストシーズンでは、ロングリリーフ要員として起用。千葉ロッテマリーンズとのクライマックスシリーズファイナルステージでは、第1戦及び第3戦の救援でピンチを完璧にしのいだことによって、チームを日本シリーズ進出に導いた。東京ヤクルトスワローズとの日本シリーズでは、10月27日の第3戦で、1点リードの5回裏西一塁から2番手投手としてシリーズデビュー。山田哲人から逆転の2点本塁打を打たれて敗戦投手になったが、翌28日の第4戦では2点リードの7回裏からの登板で2イニングを完璧に抑えた。シーズン終了後の12月7日に現状維持となる推定年俸2500万円で契約を更改。12月26日には一般女性と12月14日に結婚したことを発表している。2016年一軍の先発ローテーションの一角を担うべく、公式戦開幕直後の3月30日に、シーズン初の出場選手登録を果たすと、当日の対西武戦でシーズン初勝利。この試合以降も、4月14日の対西武戦で1、軍初の完投勝利を挙げるなど、オール先発で8連勝を記録した。8月6日の対日本ハム戦でシーズン初黒星を喫したものの、同月20日の対日本ハム戦で、シーズン10勝目に到達。NPB 育成ドラフト出身投手のオール先発によるシーズン10勝とパリーグの育成ドラフト出身投手によるシーズン10勝はいずれも初めてであった。9月3日の対楽天戦では自身2度目の完投でシーズン12勝目を挙げたことによって NPB の育成ドラフト出身投手による1軍公式戦でのシーズン最多勝利記録を達成している。勝率は800だったものの、規定の13勝に、あと1勝届かず、勝率第1位投手のタイトルを逃した。自身初の規定投球回到達となる169イニングで、防御率 2.61、181奪三振を記録。その一方で、ポストシーズン中の10月18日には、野球日本代表に初めて選出。シーズン終了後の11月中旬には、東京ドームで開かれた侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ代表強化試合2試合で救援登板を果たした。オフに4000万円増となる推定年俸6500万円で契約を更改した。2017年レギュラーシーズン開幕前の3月に開かれた2017ワールドベースボールクラシックで日本代表の第2先発要員として1次ラウンドから通算4試合に登板。準決勝のアメリカ戦で敗戦投手になったものの、4試合を通じて防御率 0.82 を記録した。また、通算の奪三振数は16で、本大会に登板した投手としては最も多かった。このような活躍が高く評価されたことから、大会終了後の3月22日には、日本代表選手からただ一人、オールスターチームに選出。投手部門の一人という扱いながら大会の最優秀投手になった。上記の活躍が評価され、5月22日に蒲郡市スポーツ栄誉賞を受賞する。シーズンは主に育成選手として同期入団の甲斐拓也とバッテリーを組み、4月4日に行われた対楽天戦で同年初先発を迎える。4月11日の対日本ハム戦では8回無失点の好投でプロ野球史上初の育成選手出身の先発バッテリーとして勝利を飾る。5月上旬まで6戦の先発で5勝を挙げていたが5月16日の対オリックス戦において背中の張りを訴えてわずか9球で降板し出場選手登録を抹消された。中12日で5月28日に行われた対日本ハム戦に登板し、8回1失点の好投で6勝目を挙げるが、翌6月4日の対横浜 DeNA ベイスターズ戦登板後に背中の張りの症状が再発し、再び出場選手登録を抹消される。7月1日の対楽天戦で約1ヶ月ぶりの復帰登板。その後は先発ローテーションの一角を担い、自己最多の13勝を挙げ、最高勝率のタイトルに輝き、チームの2年ぶりのリーグ優勝に貢献した。ポストシーズンは楽天とのクライマックスシリーズファイナルステージをおいて、第2戦に先発登板して、敗戦投手となったが、横浜との日本シリーズでは、10月28日の第1戦に先発登板し、7回、被安打4、失点1の好投で、日本シリーズ史上初の育成選手、出身開幕投手として、自身初めてのポストシーズンにおいての勝利投手となり、チームの2年ぶりの日本一奪還に貢献した。シーズンオフの12月21日、契約更改交渉に臨み、6000万円アップの年俸1億2500万円でサインした。2018年3月30日の対、オリックス戦において自身初めての開幕投手として登板。8月17日のオリックス戦でプロ入り初完封勝利を挙げた。9月15日の西武戦で先発し、自身2度目の1イニング4奪三振を記録。1イニング4奪三振はこれで、プロ野球史上24度目だが、同一選手が2度達成するのは、史上初。最終的に2年連続となる13勝を挙げたものの、2度の故障をはじめ防御率やホイップで、自己ワーストを更新するなど、シーズンを通して苦しむ1年となった。ポストシーズンのクライマックスシリーズにおいては、日本ハムとのファーストステージ第2戦、西武とのファイナルステージで第3戦に登板。西武との第3戦でクライマックスシリーズ初勝利を挙げる。広島東洋カープとの日本シリーズにおいても第1戦と第5戦に登板し、チームの日本一連覇に貢献する。シーズンオフの12月28日、契約更改交渉に臨み、3500万円アップの年俸1億6000万円プラス出来高でサインした。2019年、前年に続いて3月29日の対西武戦に開幕投手として登板。自己最速の時速 161km を記録する。5月に自身2回目の月間 MVP に選出された。9月6日の対ロッテ戦にて、史上80人目のノーヒットノーランを達成。育成選手出身者によるノーヒットノーラン達成は初で、令和に入ってからは初のノーヒットノーランでもある。また、ソフトバンクホークスとしてもノーヒットノーランを達成したのは前身である南海軍時代の1943年5月26日に対大和軍戦にて別所彰が達成して以来76年ぶり2人目で2リーグ制以降は球団初。また毎回奪三振での達成は日本プロ野球史上初であった。最終的にはリーグ最多227奪三振を記録して令和初の奪三振王のタイトルを獲得する。シーズン227奪三振は平成生まれでは歴代最多シーズン奪三振率 11.33 は規定投球回到達を果たした中で歴代最高である。シーズン途中までは日本ハムの有原航平と最多勝ち争いも繰り広げた。ポストシーズンでは読売ジャイアンツとの日本シリーズにて3年連続日本シリーズ開幕投手として白星を挙げ日本シリーズ3連覇に貢献した。シーズン終了後には1年間バッテリーを組んだ甲斐拓也と共に自身初のゴールデングラブ賞を受賞した。また育成出身投手としては初となるベストナインも受賞した。オフに1億4000万円増となる推定年俸3億円で契約を更改した。2020年、キャンプ途中からの右上腕部の張りなどで開幕をファームで迎えた。7月7日に一軍昇格し、同日の対楽天戦でシーズン初登板、初先発、自己最速タイの時速 161km を記録するなど5回4安打3失点で、初勝利を挙げた。9月15日の対日本ハム戦で、札幌ドームではここまでプロ入り9戦負けなしを続けていたが、初めて敗戦投手となった。9月29日の対楽天戦の2回から、レギュラーシーズン終了まで39イニング連続自責点、0を続けた。圧巻は最終登板となった11月4日の対ロッテ戦で、この試合の前まで、あと1勝で最多勝ちに並ぶ、あと9奪三振で奪三振数がトップに並ぶ、7回以上を投げ規定投球回数に到達し、かつ自責点0ならば、防御率トップになる状態で先発し、すべての条件をクリアした。また、この試合の3回に、パリーグ最速で通算1000奪三振を記録した。最終的には、防御率は 2.14、勝利数は、涌井秀章、石川柊太と並ぶ11勝、奪三振数は山本由伸と並ぶ149となり、2018年の菅野智之以来となる NPB 史上20人目、パリーグでは2006年の斉藤和巳以来の投手三冠王を達成した。また、育成選手としては史上初の投手三冠となった。ロッテとのクライマックスシリーズでは、第1戦に先発し7回8安打3失点で同点の状態で降板した。巨人との日本シリーズでは1969から1972年の堀内恒雄以来となる4年連続第一線に先発し、4回に無四一二塁のピンチを背負うという場面もあったが、7回3安打無失点で投げ切り、勝利投手となった。オフに1億円増となる推定年俸4億円で契約を更改した。2021年、キャンプ中から右ふくらはぎに張りがあったため、調整が遅れ、開幕1軍を逃した。4月6日に1軍昇格すると、同日の日本ハム戦で先発し、5回に3無失点で勝利投手となりチームの連敗を5でストップさせた。しかし、この試合の6回1死に渡辺亮のピッチャーライナーを補給した際に倒れ、左足を痛めて緊急降板し、翌7日に1軍登録を抹消された。同月10日には左足首の靭帯損傷で復帰までに2から3ヶ月かかる見込みと球団から発表があった。6月17日の3軍戦に実戦復帰登板を果たし、最速時速 158km を記録した。中川幸太が骨折により、東京オリンピック日本代表を辞退したため、その代替として千賀が候補となり、7月5日に侍ジャパン入りが正式に決定した。しかし、一軍復帰後の初登板となった7月6日の対ロッテ戦では2回に3を9安打3四球、自己ワーストの10失点で敗戦投手となった。7月9日には一軍登録を抹消された。オリンピックでは決勝戦を含む2試合に救援登板し、計3回を6奪三振無失点と好投し、侍ジャパンの金メダル獲得に貢献した。オリンピックによる中断明けの最初の登板の8月18日の対楽天戦では6回を2安打無失点に抑え、チームとしての連続無失点イニングの球団記録を更新した。3クォーターから平均時速 153.4km、最速時速 161km のフォーシーム、落差の大きいフォーク、最速時速 150km のカットボール、縦のスライダーを投げ分け空振りを奪うスタイル。特に驚異的な落差を誇るフォークボールは、お化けフォーク、ゴーストフォークと呼ばれ、千賀の代名詞として定着している。高校時代に最速時速 144km を記録し、その後プロ1年目に基礎体力の養成を優先した結果、1年間で最速記録を時速 152km にまで伸ばした。2年目には当時の先輩投手、近田玲央の勧めで、スポーツトレーナーの幸江俊治が主催する合同自主トレーニングへ、近田、チェーンウェイン、吉見和樹、上野由岐子などと共に参加。大鳥剛から体の使い方を学んだことをきっかけに、低めへのストレートの伸びを大幅に向上させた。地元球団である中日ドラゴンズのスカウトは、ソフトバンク入団後に2軍での千賀の投球を視察した際に、愛知にこんな選手がいたなんて、と悔しがった。高校時代には浅めに握るスプリットフィンガード、ファストボールを投げていたが、スライダー回転していたため、人差し指を縫い目にかける工夫をした。制球難に苦しんでいた千賀は2012年1月の自主トレで球界屈指のコントロールを誇る吉見に積極的にアドバイスを求め、親指の使い方を教わり、20球に1球しかまともに落ちなかったフォークが毎回真下に落ちる完成度の高いフォークへ変わり、お化けフォークとまで呼ばれるようになる。救援投手として起用され始めた2013年のレギュラーシーズンでは、一軍公式戦でチームトップの51試合に登板。同点の局面で登板した7試合のうち、5度、救援に失敗した。その一方で、僅差でのリードを背負って登板した18試合では、17試合を無失点でしのいでいた。当時は、直球とフォークを主体に投球を組み立てていたが、2015年の先発採点候補は、スライダーを配球に加えることで、投球の幅と安定感を増している。普段は DH 制のあるパ・リーグに在籍していることから、打席に立つことはないが、2019年シーズンが終わった段階で、交流戦で打席に立った6試合のうち4試合で安打を打っており、通算16打数4安打と好成績を残している。いずれも育成出身選手として史上初。ありがとうございます。